Hey brother and sister, welcome to Yokuso. 別にこのアホ毛わざとじゃないんだからね。勝手になんかなってただけなんだからね。I'm gonna say yes. キッズ YouTuber の動画を見て勉強しようめちゃんこ久々にキッズ YouTuber の動画を見て勉強したいなと思います。やっぱりなんか近年、キッズ YouTuber が減ってきてると思うんですよ。裏で大人が動かしているっていうキッズ YouTuber じゃなくて、何から何まで全部自分でやってるっていうキッズ YouTuber がなんか少なくなってると思うんですよね。それはよろしくないと。いや、よろしくないことはないけど。まあ、好きなことをやりゃいいと思いますけどね。今 YouTube に動画を出したいんだと思っているのであれば、何歳だろうが関係ないっすよ。出せばいいんすよ。まあ、叩かれたらね。まあ、そりゃそうだろうということで。だからこの動画を見ている小学生、中学生の皆さん、よければ YouTube に動画を投稿して、僕のネタの材料になってくれるとありがたいです。それじゃあ早速見ていきましょうか。交換説。今回 Twitter の方でおすすめのキッズ YouTuber さんを募集したので、それをどんどん見ていきたいと思います。ユタポン。誰ユタポン？ユタポンって誰？ユタポンじゃないの？ユタポンなの？いや、ユタポンでしょ？ただの5時？ユタポンはいいや。ザワッチっていう20歳くらいのキッズ YouTuber おすすめです。まあ、100ペイズって、僕がキッズ YouTuber っていうのは許すとしましょう。ただ、僕がおすすめの人を聞いてるのに、それを本人ですって返すのは、どうかと思いますけどね。義務教育から頑張ってください。カイトチャンネル。やっとまともなの来たよ。おぉー。この子、普通にすごい子じゃん。3600人おるじゃん。顔かわよ。いい顔してんの。あ、これいいね。チャンネル登録者がやばい。みんなありがとう。これ見てみよう。カチェネです。皆様本当にありがとうございました。登録者なんとね、今日本日だけで200人300人400人500人600人700人800人900人1000人1100人1200人1300人1400人1500人1600人1700人1800人1900人2000人とね、もう本当今日だけで1800人えすげえ。何があったん？帰ったんで始まります。すげえな。なんでそんなに増えたんだろうと思ったら、なんかリアルタイムでカイトチャンネルみたいな感じで調べたら、なんかツイッターで来ましたみたいな感じでめっちゃ来てて、なんかもうなんだろうと思ってツイッターのやつを 見たら15万再生もされてたんです。いいなー。いいなー。超超超超超超ペダマックス大盛りペヤング一人で食べれるか、スタート。カイトチャンネル始まります。あ、サムネイルですね。カイトチャンネルです。今日はこちら食べていきたいと思います。ちょっとペヤングだけじゃねダメだと思うので、このね、つぶみも買ってきました。チョイスよ。静かやな。箸の持ち方かっこいい。あかんあかん、食い方がもうダメよ、その食い方は。おー、頑張ってる。おー、すげー。はい、今ね、この感じで、食べ始めから40分経ったんですけど、もうね、すげー。もうあとほんまにこれ一人で食べなかったんですよ。家族に手伝って。なんやねん、そりゃそうか。自分で5割ぐらい食べて、お母さんが2割ぐらい食べて、弟が3割ぐらい。一応僕もまだまだまだ。自分5割、3割、2割、そしたらもう全部で10割になってない。カイトチャンネルいいな。頑張ってください。クズキン体張ってみてよ。クズキン TV、アピタイ。もうひでえな。エブリデイじゃないけどね。はい、どうも皆さん、こんにちは。クズキンです。今回、やりたい。企画は体を張ってやっちゃいます。頑張ってください。日焼けどんだけしようんて。今回は炎上してしまう可能性があります。では今回はアクエリアスを使った実験。はい、ドン。おろしポン酢と醤油を混ぜていきたいと思います。そんな体張ってなくないですか。まあ最初は醤油ですよね、やっぱり。さあどうなるかな。いや、これやばい。あ、待って、やばいかも。まあそれそうなるよ。飲んでいきたいと思います。いけ。おー、いった一気。どう味は？美味しいとは、美味しいとは言えません。今回時間ないのでポン酢は省略させていただきます。お前ポン酢せんのかい。クズクズじゃんけんいってみよう。クズクズじゃんけん、じゃんけんパー。では皆さんお疲れ様でした。クズキンもうちょい体張ってほしかったけどな。デビルチャンネル。ネルネルネルネを食べたぞ。どうも皆さんこんにちは。デビルチャンネルのデビルマンです。デビルマンか。ネルネルネルネを作っていきたいと思います。デビルマンがネルネルネルネ食うなや。一番の粉を入れるそうですね。なんか来た、なんか来た、なんか来た。強そうだよ。デビルマンよりデビルっぽいぞ。わあ強そう。お前方がデビルやんけ。そうです、やっていきます。鼻クソネルネルすんな。めっちゃ紫色の液体が。まあ、ねるねるねるでだからね。あ、でもブドウの味やめて。絶対右の方がデビルだもん。紫色。ねるねるねるでだからね。やばいでしょ、これやばいよ。初めて作るんか、ねるねるねるね。次
って書いてあるので、グレープ味になる。3番を入れて。友達無視しないであげて。水美味しい。水こぼして。いくぜお前ら。ってことで食っていく。もうちょっと混ぜた方がいいんじゃない。いいコンビだよこいつら。絶対2人でやった方がいいって。こうつけるの。マジでねるねるねるね初心者やん。おー優しい、初めて優しい。お、いいね。めちゃくちゃうまいよね。感想聞けや。おもろ。デスピーナッツ。サムネの情報量が多すぎて。あー、これいいね。うんこ汁一気飲みした結果、ヘルシーヘルシー。今日はデスピーナッツのストーリーです。キネマスターで作んなや。トンティーホーズで購入しました。うんこロボット。今日はクリップにやらせる言ってるんでしょ。クリップになりました。なんか聞いたことあんぞ、聞いたことあんぞこれ。まあ、とりあえず、あの危険を察知して、トン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 、あれ危険を察知。おぉ、トン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 、ギノノニト。ええって生ちゃんを用意したんでね。いただきます。うわうわうわ、めっちゃ茶色やもう。見せる方が気持ち悪い。はい、っていうことでね、行こうぜ。なんかもう一個別にネット用意したんですけど、他はもうサービスで、ね、多分絶対あいつはあの、いやいや生ちゃん生ちゃんってなるんですよ。生ちゃんにもかわいそう。クリップ苦しんなんて。そのわけで、はいはいはい。クリップくんのクリップくんが。まだまだ無理じゃん。生茶生茶生茶。やったじゃんお前。生茶美味しい。混ざっていや、いいねクリップくん。ということでキッズ YouTuber の動画でした。今回も結構勉強になったので、これを活かしてまた動画撮っていきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。インポチャンネル始まります。どうも、インポチャンネルのインポマンです。今回はですね、体を張っていきたいと思います。もしかしたら炎上してしまう可能性もあって、最悪死刑になるかもしれないんですけど、今回このスポーツドリンクを使った実験をしていきます。こちらですね、醤油です。ということで今回はスポーツドリンクに醤油を混ぜて飲んでみたいと思います。警察に見つかったらやばいよな。それではやっていきましょう。おー、いただきます。あ、美味しい。スポーツドリンクの味がする。それではここに醤油を入れていきます。おー、うわー、小学生の頃食べてたまっずいグミと同じ色してる。で、今からこれ飲むんですけど、これ飲んで本当にやばい時のためにお茶も用意してるので、これ飲んでやばくなったらお茶飲みたいなと思います。いきます、いただきます。はい、ということでですね、多分僕はスポーツドリンクと醤油を混ぜたやつを飲んだらうわーってなってお茶を飲むと思うので、このお茶にも醤油を混ぜときます。おー、うわー、最初お茶茶色かったんですけど醤油入れたら茶色になりました。さあ、これでさらに僕はどうなっていくのか。醤油入ってんじゃん、なんで。ということで実験の結果、スポーツドリンクは醤油でした。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。